トランスラピット、トランスラピットはドイツで開発された磁気浮上式鉄道の名称。トランスラピットの開発、販売を行っている企業名にもなっている。強磁性体の永久磁石と通常の電磁石を用いている。液体ヘリウム冷却が必要な超電動電磁石を用いた超電動リニアと比較して低コストでの導入、運用が可能である。また、 超電導リニアと違い、停止時も浮上していることから、常時車輪を必要としない。浮上量は、車両側コイルと軌道側の間で約1センチメートル程度である。このため、軌道の付設や保守に際して、高精度が要求される。また、地震や地盤の変動が避けられない地域においては、車両と軌道の接触ゆえの懸念があり。 そのような国土を持つ日本の旧国鉄、現 JR ではあえて難度の高い超電導を利用して、浮上量約10センチメートルを確保できる方式の研究開発に取り組んだという経緯がある。ドイツ国内においては主要な都市間において、すでに従来のアイスによる高速鉄道網が整備されつつありトランスラピットの必要性、優位性は年々減りつつある。そのため、 高速鉄道のインフラストラクチャーの整備が進んでいない新興国への輸出に活路を見出そうとしたが中国が採用しただけで売り込みは苦戦し結局開発は2011年に終了したガイドカブに設置されたステータ、鉄心コイルと車両側の電磁石同士の磁気吸引力を利用して浮上する電磁吸引指示方式で HSST と同様の方式となっている しかし磁気浮上による、車体指示と推進時の車体案内が分離されている点で異なる。電磁吸引方式は停止中でも、約8ミリメートル程度の磁気浮上をさせる特徴を持ち、走行中においてもこの磁気浮上間隔を保つ。そのため、この磁気浮上を保つためには、センサでガイドガーステータと、車体側の電磁石とのギャップを常に計測し、電磁石の電流制御、 直波制御を行わなければならない。前述のように、車体浮上と案内は分離しており、推進浮上とは別に、軌道案内のためのガイド用電磁石が設置されている。浮上と同様に軌道と車両との横方向のギャップをセンサにより測定して、これが一定になるように、ガイド用の電磁石の磁力を制御している。リニア同期モーター。 リニアシンクロナスモータ式による推進で、基本原理は超電動リニアと同じである。車両側の電磁石は浮上用電磁石と共通になっており、地上側のコイルの極性切り替えにより推進力を得る、地上一時式である。推進力は、車両側の電磁石により、進行方向に対して生じた磁界と、地上側のコイルに流れる電流との積に比例する。また、 車両速度は地上側コイルに供給される、交流電流の周波数に比例する。磁気浮上式鉄道の特徴の一つでもあるが、トランスラピットは加速性能が極めて高く時速 300km までの加速に、必要な距離が 5km、動力集中式のアイスは 30km、動力分散式のアイス3では、加速性能は大幅改善されていると短い。 トランスラピットの通常の走行でのエネルギー消費は、一区間で推進、浮上、車両制御に50から1 0 0ットである。空気、CD 値は約0.26である。全面投影面積が16平方メートルで時速4 0 0トルでの走行に必要なエネルギーは、以下の式によって導き出される。フォーミュラ1、フォーミュラ2、以下の高速鉄道と比較して、 電力消費は良好である。効率が0.85で必要な電力は約である。浮上、案内に必要なエネルギーは約 1.7kWt である。推進装置は同様に制動時に電力を電力網へ戻す回生ブレーキの機能も備える。予備電源によって車両の浮上を維持することができない場合、自然に停止するために最終手段として非常時には 例外的に量のもとに備えられた着地沿りによって制動する。従来の鉄道網と比較して、トランスラピットはより高速で摩擦とそれに伴う摩耗をなくし、それにもかかわらずエネルギー消費と整備の必要性はより少なくすることを基としている。トランスラピットの軌道はより柔軟で従来の鉄道システムよりも地形への適合性が優れる。 一両あたりの積載重量は15トンで、最高速度は時速550キロメートルで、従来の高速鉄道と航空輸送の中間に位置する。次回発生装置はシステムの容量を制限する軌道の重要な推進装置の一部である。競争の観点からトランスラピットは独自の解決策である。軌道は推進装置の一部で、 トランスラピットの車両と公共施設の運行を可能とする唯一の手段である。車両や複雑な分岐機等の複数の供給先の見通しはない。上海トランスラピットの総建設費は、駅舎と車両を含めて 30.5km で13.3億 US ドルかかった。伏線の 1km あたりの建設費は、 車両と駅舎を含めて4360万 US ドル、キロメートルである。これは、商用で初めて使用される技術である。中国国内で量産される、従来の高速鉄道の建設費は1キロメートルあたり460から3080万 US ドルで、大半は農村部である。中華人民共和国の高速鉄道を参照。 2008年の時点でトランスラピットオーストラリアのビクトリア州での伏線の建設費は 1km あたり3400万ゴードルと見積もられている。これは軌道の50%が地上で50%が高架線であると仮定している。2つの駅を含む 47km ののビクトリア州での建設費と比較すると50億ゴードルまたは 1km あたり1億500万ゴードルである。 以上より特定の用途へのトランスラピット、または高速鉄道の軌道のどちらが安いかを述べることは不可能である。費用の比較において、磁気浮上式鉄道の運行速度はより早いため、結果として同じ車両数で同じ距離を同じ時間内に輸送できる量はより多いことを特筆すべきである。特定の計画における費用の比較において、 トランスラピットシステムの究極線通過能力と急行バイト反応力が大きな影響を与える可能性がある。2008年の時点においてオーストラリアのビクトリア州政府の見積もりは1両あたり1650万、近郊用から2000万、高級5ドルである。トランスラピットの車両の幅は3.7メートルなので床面積は 約92平方メートルで1平方メートルあたり17万9千から21万7千0ドルである。同様にシーメンスで生産されるアイスと比較すると、費用は1両あたり600万号ドルである。アイスの車体幅は2.9メートルなので床面積は72平方メートルで1平方メートルあたり17万9千から8万3千0ドルである。これは、 トランスラピットの費用は現時点において従来型の高速鉄道であるアイス3のおよそ2倍以上であることを示している。しかしながらによればトランスラピットの編成は運行速度と加速が速いで効率が2倍以上である。これらの事例調査によると従来の高速鉄道の44%の車両本数で同じ輸送量を賄えるとされる。トランスラピットは システムの特性として、非接触なので摩擦、摩耗がないので従来の高速鉄道と比較して、整備費が大幅に少ないと主張する。ブレーキは、地上側の電磁石による回生ブレーキを採用し、省電力化を図っている。緊急用として、車両側にブレーキ用スキットが用意されており、緊急時にはスキットを軌道に設置させて停止する。走行時は、 電磁誘導の原理を利用して車両側へ非接触給電が行われる。車両速度が約時速 100km 以上になると車内に必要なすべての電力を供給できる。低速時にはバックアップバッテリーでサポートし駅に停止する場合には接触終電でバッテリーに充電する仕組みになっている。工述する位置検知のためにミリ波によるデータ伝送のためのアンテナが 車両戦闘の屋根に取り付けられている。T 字型断面をした変形モノレールを採用している。T 字のちょうどを抜きした部分にマグネットを設置。これにより風などの周囲環境からの影響を最小限に抑える工夫がなされている。また、ガイド用として、ガイド側面に鉄製のガイドレールが設置されている。位置検知は、インクレファというシステム名を付与している。 地上一時のリニア同期モータ制御のため、正確な車両の位置を地上側の装置で検出する必要があり、位置検知には非常に高い精度、モータコイルの極ピッチ相当の精度が求められる。トランスラピットでは軌道側に取り付けられた位置基準突起板を車両側のセンサが検知。突起板を基準として時速の変化を観測して絶対位置の検知を行っている。 車両側で検知した位置データは車両に取り付けられている。アンテナを介して無線、ミリ波で地上設備に送信している。騒音は時速 400km 運転時でも 89dB 程度で時速 300km 運転時の TGV より低いとしている。磁気浮上式鉄道では磁力線の影響が人体へ与えることが懸念されているが、 トランスラピットが外部に放出する磁力線は100ミューティスラ程度、ブラウン管テレビの1、5程度と説明されている。現在はドイツ政府、ドイツ鉄道、シーメンス、ティッセンクルップの官民で出資したトランスラピット、インターナショナルが開発主体である。元はモノレールで知られるアルエグ社が研究していたもので、1969年に旧西ドイツ政府が 重機械メーカー、クラウスイコールマファイ社に委託して開発が始まった。2007年9月に一般公開された。1922年にドイツの磁気浮上式鉄道の父と呼ばれるヘルマン・ケンペルが磁気浮上式鉄道の研究を始める。1934年にケンペルは磁気浮上鉄道の基本特許をドイツで取得。 研究が本格化したのは1960年代に入ってからで、西ドイツ、当時は国家的支援を積極的に行う。メッサー・シュミット・ベルコーブローム社が1966年から本格的に研究を始め、1971年、プリンゼプファハーグ、車上一時リニア誘導モータが時速 90km の記録を作る。また、1975年に、 コメッツが 14mm の電磁吸引浮上で水上機ロケット推進ながら時速 401.3km の記録をマークした。またシーメンス社を中心として超電導による電磁誘導式浮上のイートマイナス01を1974年に 280m の円形軌道で時速 230km まで走行確認が行われた。1969年 TR プロジェクトは西ドイツ研究技術省からクラウスイコールマッファイ社へ委託される形で研究開発を開始。試作機の TR-02 号機が1971年に時速 164km での走行に成功した。西ドイツ政府はそれまで TSST、M、バーン、E とコメッツなどバラバラに行われていた。 磁気浮上式鉄道のプロジェクトの一本化を図り、1978年にトランスラピットを中心とした高速輸送の技術発プロジェクトへと集約される。1979年に西ドイツのハンブルクで開催された国際交通博覧会で TR-05 による一般市場が行われる。3週間の会期中、5万人以上の乗客を 輸送した実績を作った。1980年からエムスランド実験船の建設が始まり、1983年に完成。TR-06 による走行試験が始まる。1988年には TR-06 を使用し、友人で時速 412.6km を達成、当時世界最高。1988年。 ハンブルクで行われた国際交通博覧会で TR-07 を公開。1989年12月15日、エムスランドで TR-07 により時速 436km を達成。1993年に時速 450km を達成。2000年6月に上海歩道国際空港のアクセス鉄道として、 トランスラピットの採用が決定。2003年12月に、磁気浮上式鉄道としては、世界で3番目の営業運転を始める。2006年9月22日に、エムスランド実験船のラーテン駅近郊にて、試運転中のトランスラピットが、工事用車両と衝突。詳細は後述。世界の磁気浮上式鉄道で、初めて死傷者を出した大事故である。 2008年3月27日、ドイツのテーフェンゼ運輸、建設省は、事業費の大幅な増大を理由に、トランスラピット路線建設を断念すると発表。2011年、トランスラピットの開発が終了。実験線も2014年に取り壊されることになった。2006年8月11日、午後2時20分頃、 上海トランスラピットで走行中の車両から火災が発生した。竜王寺駅で乗客を全員降ろした後、車両を駅から移動させて消火に当たった。この火災で乗客に被害はなかった。2006年9月22日、日本時刻午後5時ごろ、エムスランド実験船のラーテン駅近郊にて、試運転中のトランスラピットが、 時速時速 200km 前後と推定される速度で工事用車両と衝突、作業員2人とトランスラピットに乗車していた見学者らが巻き込まれ、うち23人が死亡、11人が重傷。リニアモーターカーとしては初めて死傷者を出した大事故である。原因は人為的なものと推測されている。中華人民共和国全土に不設予定の 高速鉄道の企画として検討されているが、2006年現在、技術移転、特許の問題でドイツ側は消極的な態度を取り続けている。1990年代半ばには、ハンブルクベルリン間 292km を結ぶ計画があった。1998年に成立した連立政権は、この計画の建設着工を公約として掲げ、 2004年頃の開通を目指すとしていたが、2000年の5月に予算のめどが立たず中止となった。この後、ミュンヘン国際空港ミュンヘン中央駅までの 37.4km を営業最高速度時速 300km、所要時間約10分で結ぶことが計画され、2007年9月24日には2014年の営業開始を目指して、バイエルン政府が一度は、 建設を正式決定した。しかし2008年3月27日、建設費が当初の1.5倍に膨れ上がることなどを理由に、再び建設を断念することとなった。イギリス政府によるロンドングラス号間を時速 500km で、バーミンガム、リバプール、マンチェスター、リーズ、ティーズサイド、入スするエジンバラを経由する計画があったが2007年月に、 却下された、も参照。他にもオランダ国内での計画、及び、ベルリンと、東、ヨーロッパ諸都市を結ぶ計画が存在する。スイスでもベルン中立機関、ローザンのジュネーブ間で検討されている。アメリカ政府は、ボストン・ニューヨーク・ワシントンや、ロサンゼルス・ラスベガスなどの鉄道区間を、次期浮上鉄道に置き換える計画、MDP を発表。 ドイツはこのプロジェクトにトランスラピットを売り込んでいる。2007年にイランとドイツの企業がテヘラン・マシュハド間をトランスラピットで結ぶ計画に合意した。マシュハド国際見本市会場の期間中にイラン道路交通省とドイツの企業の間で合意文書に調べされた。時期不常式鉄道はテヘラン・マシュハド間の 900km の所要時間を約2.5時間に短縮する。 ミュンヘンを拠点とするシュレーゲルコンサルティングエンジニアは彼らはイラン、交通省とマシュハド知事と契約に調印し我々は準備段階にある。と述べた。アラブ首長国連邦でも検討されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。